もとりちゃんです。今日はですね、じゃん、久しぶりにユニクロの購入品ご紹介したいなと思います。いや、てかみんな年始にさ、なんかセールとかでいろいろ買った？私意外と今年のなんかそのバーゲンみたいなのをいけてなくて、で今回ちょっと久しぶりにお洋服の動画出したいなと思ってユニクロに行ってきたんですが、結構ね可愛いものをゲットしたと私的には思っておりますので、少しでも楽しんで見ていただければなと思います。じゃあ何から紹介しよっかな。まずちょっとアウターからご紹介します。というのもこれセールになっててめちゃくちゃお得に買えました。こちらダブルフェイスショートコートです。私はネイビーを選びました。で S サイズですね。こちらがなんと3990円になっておりました。こういうのね、ちょっと元値とか見ちゃうよね。1万円する。わあ、めっちゃ安くなってる。嬉しい。ほんと、シンプルショートコートなんですけど、ちょっと後で別のお洋服とも合わせてみるけど、こんな感じですね。ここがちょっとジャケットっぽい感じになっていて、ボタンをね、止めて着るって感じなんですけど、可愛くないこれ。なんか最近短めのコート欲しいなと思って探してて、で、私アウターはもうほんまに肩こるから、なるべく軽いものを選ぶようにしてるんやけど、これマジでめちゃくちゃ軽くて、だから結構ダウンとか、まあ普通のロングコートに比べて結構生地はそんなに分厚くない。だから割と中に着込まないと結構寒いかなって感じはするんですけど、まあ、基本的に私暑がりなので、これぐらいコンパクトなアウターでもいいかなと思って買ってみました。めっちゃ可愛いよねこれ。このコートめっちゃ買ってよかったなって思ってる。これにさ、まあ、ちょっと首元開くから普通にマフラーとかして米国っぽい感じのコーデができるんじゃないかなと思って、こういうコーデあったら、これね、リシーっていうところのメガネなんですけど、こういうちょっとメガネとかでかけて、ちょっとスウェットにこういうの外しとかも可愛いよね。最近なんかな、こういうメガネとか小物アイテムすごい好きで、なんせあんまピアスを実はねつけなくなっちゃったから、こういうメガネをねめちゃくちゃ愛用してます。はい、ではこちらがね1着目でございました。ではお次はこちらです。エクストラファインコットンシャツでございます。こちらはベージュで M サイズ選びました。お値段2990円でした。もう過去にも何回も紹介してるよねこのコットンシャツ。多分クローゼットに3、4着ぐらい色違いでね眠ってるんですけど、本当にこのユニクロのコットンシャツ好きで、なんせ柔らかいからもうこのまま着ても可愛いんやけど、こういうスウェットとかニットの下に着るのもすごく着やすくて、まあ私皆さんご存知の通りシャツとかブラウス大好きでよく集めてるやんか。でね、何があんまり好きじゃないって、結構パリパリ生地とかのシャツが好きじゃなくて、これぐらいねクテッとしてる方がねコーデにも結構ね幅が広がるから、やっぱりねこのシャツは買っちゃいますね。普段多分 S サイズ選んでることが多いんやけど、今回ちょっとゆるっとした感じで着たかったので M サイズを選びました。はい、ということでシャツ着てみました。こんな感じです。ま、M でもそんなにめっちゃゆったりって感じではなかったけど、まあ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 、でもいいんやない。開けて着るとねこういう感じでございます。 M157 でお尻隠れるかなぐらいですね。こんな感じです。ここねスリット入ってるから、本当にこのコットンシャツは開けてきた時もめちゃくちゃ可愛いよね。やっぱりなんか締めて着る方が好きかもなこのシャツは。まあもう本当に何でも合わせられるかなと思っております。色味もねすごく好きで、ちょっとね黄みが入ったようなベージュなんで、まあパーソナルカラー的にもめちゃくちゃ合ってるんじゃないかなと思います。では次はこちらです。 3D コットンクルーネックセーターです。ネイビーで S サイズの2990円です。これもすごい可愛いねんな。なんかユニクロにしては珍しいよね、こういうちょっとショート丈のニットで、で袖もね若干フレアになっております。白ボーダーにするか迷ったけど、最近ネイビーが好きなのでこの色買ってみました。結構ねショート丈でフレアやから、もうインせずに着るのが可愛いかなと思ってます。毛が入ってる系のニットダメで、もうめっちゃ痒くなんねんけど、これは綿100やから絶対いけるなと思って買いました。まあそんなに分厚くないから全然春までいけそうな感じですね。え、待って、この着方さめっちゃ可愛くない？え、どうどうどう、え、
いい。なんか今日声がすがすやねんけど、なんでやろ。やっぱなんかネイビーとベージュの合わせってめっちゃ可愛いんやな。あのこのニット自体が薄いから全然重ね着しててもこうゴワつき感もないし、え、よくない？これにさ、もうシンプルデニムでもいいし、まああえてちょっとチェックスカートとか合わせても意外と可愛いかもって思ってる。でもね、結構やっぱ S サイズやとぴったりめって感じやね。ちょっとね、今分かりやすいように下にねロンティー着てるんですけど、結構首開くね、やっぱこれ、まあ、なので、まあ私ね、そんなにめっちゃ首開いてるやつ得意じゃないから、まあこういう感じでロンティーと合わせてちょっとこなれ感を出してみたりとか、さっきみたいにシャツ合わせる方が、まあ私は好きかな。ちょっと首がね、これだけで着るには緩いですね。まあでもやっぱシャツ脱いでもやっぱぴったりめやな。 M でも良かったんやけど、 M やとね、またここが広がりすぎちゃうから、まあ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 、いっか、これで。ではお次はボトムスを買いましたよ。こちらです。デニムロングスカートです。で、私はウエスト61を選んでいて3990円でした。結構ね、珍しい感じよね、こういうちょっとデニムタイトスカート買ってみました。で、この前部分にこのスリットがね入っているスカートでございます。あのね、ちょうど、しかも私あのデニムスカート探してて、やけどさ、なんかゾゾタウンとかで見ててもちょっとどんなもんかわからへん、しかもね、デニムこれまた重たいのとかもあるから、結構ネットで買うのリスキーやなって思ってて、で店舗行ったらちょうどね、なんかあの探してたような形のスカートがあったので、これは万能だわと思って速攻カゴに入れました。で、ね、デニムなのでもう伸びたりとかがないので、ちょっとサイズ感だけは皆さん気にした方がいいかなって思っております。ただ私ユニクロのデニム、だいたいウエスト61を選ぶんですけど、そのサイズと同じもので全然余裕で切れたので、まあぜひ参考にしてみてください。もうシンプルなので何合わせても絶対可愛いよね。はい、スカートを履いてみました。どうでしょう。まあ私あの骨格ウェーブなんで、結構お尻周りというかこの下半身気になるんやけど、まあでも全然意外と履けてるっていうか、意外とそんなにめちゃくちゃ気にするほどではないかなって感じです。この辺はね、ちょっとやっぱパツパツしてるかなって思うんやけど、まあでもあの伸びないとはいえ柔らかいデニムなので、まあ、この辺とかもね、少しゆったり感もあっていいんじゃないですか。このシャツの合わせ良くない？ちょっとこれにさっきのコート着てみるわ。で、かわいいかわいい、もうすでにかわいい、こんな感じです。まあこのコーデやったら私はブーツか、まああとはスニーカーで合わせるのもかわいいよね。じゃあ、お洋服ラストになるんですけど、これもちょっと私にしては珍しい感じのものを買ってみました。こちら、これはですね、モッツコートでございます。オリーブで、S サイズを選びました。7990円でした。ちょっとユニクロにしては値段がしたのですが、あんまりね、こんなモッツコートとか今まで着てこうへんかったんやけど、結構私あのニコアンドのキルティングのアウター気に入ってきてて、それがね結構カーキの色で、なんかカーキのアウターって結構個人的にはめちゃくちゃ合わせやすいかもって思ってて、まあ中に厚着すれば全然今も着れるかなっていう感じのコートでございます。可愛くない？これ、しかもね、これ中の部分、ここ紐ついてて、ここがね絞れるんよ。このね後ろの部分がこう結構キュッてなるので、私すごいあのビッグシルエット系のお洋服あんまりなんやけど、まあ、これは絞れるのでいいかなと思って買ってみました。個人的にはこの首の部分がすごい好きで、やっぱこういう立ってる感じのアウターめっちゃ好きなので、形結構可愛くねと思って、あとまあ撥水するので結構雨の日とかいいかなって思ってます。なんかこういうスウェットとか着てる時はもうなんか割とがっつりカジュアルにしたい時が最近は多いので、可愛い感じ、綺麗めな感じのアウターは持ってるんやけど、結構スポーティーな感じの、まあ、モッツコート持ってなかったので選んでみました。タケは157、えっ、あーもうね、もうこれあるあるやと思うね。なんかもうあの上しか見てないから、このねあのジャージ履いてるのね、ちょっと申し訳。157で、膝ちょい隠れるかなぐらいですね。今ちょっとね、この中の紐を結んでみました。やっぱここがねクシュッとなってるのが私的にはお気に入りです。で、袖の部分がね、さっき言い忘れたんですけど、ここボタンがね、2段階に調節できるようになっていて、こう手首をね結構キュッてしたい方はここで止めてもらって、
でちょっとゆったり着たいなって方はこんな感じになります。ほら両方可愛いよね。どうよくねこれ可愛い。ポケットもねここあのパッチンがついてあって、結構自転車乗る方とかもめちゃくちゃいいかもね。吸っちゃうんかな、ちょっと私あんま自転車乗らんから分からんけど。今の髪色ともさすごい合ってると思わん、このコート。なんかやっぱ襟ってさほんまにもう立ってれば立ってるだけいいからさ、ほんまに可愛いねんけど。珍しくねこういうモッツコートとかも選んでみて、ちょっとまたコーデの幅が広がるかなと思っております。はい、では最後ですね。最後はですねこちらです。このバッグねもうだいぶ使っちゃってるんやけど、ドローストリングバッグスモールでございます。で私はナチュラルを選びました。このねユニクロで超バズってたサコッシュみたいなバッグですね。ここ巾着になっててこうパタンと折りたたんで使うんやけど、これ何が可愛いなって思ったのはこのラウンド型がすごい可愛いなと思って買ったよね。ここのベルト部分もすごい可愛くて、ほんまにこの子自体にも結構大容量でパンパンに入るからめちゃくちゃ便利やし、私は結構あの海外旅行とか行くときはこういうショルダーバッグにすることが多いので、まあ絶対使えるであろうと思って選んでみました。最近はあのマルジェラのバッグとか革のバッグが多かったから、それこそこういうねスウェットとかパーカーとか着てる時はちょっと逆になんか合わせちゃうとミスマッチな時があるので、こういうねカジュアルバッグ、まあ、持ってた方がいいかなと思ってこちらおすすめでございます。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。今回ユニクロの購入品をご紹介いたしました。もうね本当にもう 5,6 年ぐらいユニクロの購入品ね何回かご紹介してるけど、めちゃくちゃ買うものも変わってきてるし、選ぶ色とかも変わってきてると思うんですけれども、まあそれはそれでね、あの皆さんに新しいあの私のコーデを楽しんでいただければなと思っております。まだね今年もたくさんお洋服の動画出せたらなと思っておりますので、楽しみに待っていてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。